た。そうか、こいつ手やり持ってなかったんだよ。まあ、見た、めっちゃミスいって、めっちゃ痛いぞ今のミス。うーわー、相当痛いぞ今の。うわ、最悪だな。うーわー、バランスダメだな。届かない。痛いな、攻撃食らっても死にはしないから。どうかな。回復しとくか。あ、これ下手したらフランツ死ぬぞ。フランツ死ぬのは痛いな。ゴーマー、お前ロスの代わりに何とかしろよ。何とか強くなれ。ロスの代わりになるかどうかわからんけど。なるわけねえ、こいつ剣だしな。バレンツはいらんな、あんまり役に立たんな。経験値がもったいない。死んでいく民が、あれ、これゲームオーバーになるんだっけ。でもゲームオーバーになるとか書いてなかったじゃん。あ、さようなら。まあ、ゲームオーバーにはならないやん多分ね。これもう下ろす時間がもったいねえわ。あれ、これ言語がないんだっけ。覚えてないんだよな。はい、はい、ケイ、ケイ、テテテテ、いいね。で、回復ライブ、ライブ、ライブ。助けたら終わったような気がする。あ、やべ、ミスった。あ、大丈夫。 OK、 ギリギリ。まあ、死にはしないと思ったけど。鉄の体験、これ死ぬようやったらあれだな、ロス復活だな。これどうなるんだよ。ゲームオーバーか。ゲームオーバーじゃない、全然問題ない。 Z 死んでもいいしな。いや本当にこれ何も持たせんやったらさ、こいつマジでさ、ロスしないったらないんか本当に。はい、はい、はい、はい。フォーマーが弱すぎるんだよな。リライブゲット。 OK。 なんであいつ回復しなかったんだ。使い合ったのか。リライブやりだからな、ちょっときついんだよな。レイティア、こっちの剣がな。やりやりか、強いな。届かねえし。届かねえし。ちょ、回復ぐらい任しとけよ。フランツで、突撃。おお、めっちゃ死にそうやった。危ないな。OK。多分 Z にホイッスルするのかな。ホイッスルんだったら問題はない。あ、全然ホイッスルねえ。バカだね、こいつら。えへ、えへへ、えへへ。あ、全然こうしてくれるわ。とか言いながらエイリッタ来た瞬間にみんな狙うんだろう、ね、分かってる。えい、えい、えいとー、うぃー。で、これで鉄の槍で、ぽーい、ぽーい、オッケー、うぃー。で、あの斧のやつはね、こうまで倒したいんだよな。こうなんか来てる。毒受けたし。まあ問題ないでしょ、毒ぐらいなら。毒程度なら問題はない。さあ、来い。来い。Z
ぜと死にそうだぜ。お前かいたのか。めっちゃ回復したな。いや、うわー、魔物も、魔物強いな。あー、やっぱクラッチ強いな。全軍一回引くか。全軍一回引こう。リライブ。全軍引いて。ギリアムだけは残しておきます。強いんじゃない。よし、オッケー。ギリアム。お、斧のやつ来たね、やったぜ。おい、斧のやつ来たね、やったね。わかったな。おい、敵が見えないのはちょっと厄介だな。あんま使いすぎてもあるし。トーチをね。回復するな、こいつ。レベル上げに来たの。いや、いつでも回復するな。上等手段だけど。いやー。さあ、鉄の剣。うわーお、食らったら死ぬじゃん。レピア、レピアでもないか。鉄の剣。オッケー。こいつは困ったな。ならばファイヤー。おい、はい、オッケー。で、これで鉄の剣 100% だから問題はない。鉄の剣、鉄の剣、はい、でーてててて、いっと、いいね、鉄の斧。いいね。で、鉄攻撃1、威力1っすか、弱バカの貴様は俺に勝てんの。普通にやってくるやからだよな。1体だけか。1体だけなら問題ない。Z は回復させていいな。問題はないよ。よし、じゃあターン終了だな。1体ぐらい狙われても問題はないぞ。いけいけ、 OK、 フランツ強いな。相変わらずフランツ強いな。あ、やっぱ狙ってきたね。オッケー。うわー、コウマ本当にバカなの。本当にコウマバカなの。あいつうざいな。あいつうざいけど、コウマどうにかならんの。コウマー、お前の強さを見せてくれよ。うん、全然強くない。で、どのをこれで倒す。いけるでしょう。よいしょ。で、鉄の剣でこいつ倒す。そしてこいつ倒したいけど、逃げよう。あ、トーチしかないか。あれ、自分回復さっき相手しよったのに、こっちはできんのか。ずるいぞー。こっち来ちゃうかな。アクション、届くか。届く、届くけど攻撃はできる。しかも強い。よし、オッケー。コマ死ぬなよ。うっ、やば、この回フランツ、何をしたんだお前は。なんで死んだの、なんで死んだの。コウマも死んだらやばいな、これ。コウマもやばいな、これ。うわー、キャラ2体死んだ。キ
まだ2体は痛いぞ。マジか。すげえ痛え。最悪だな。コウマ強くなれ、本当に頑張って。うわ、コウママジで強くならんかな。コウマが強くなればバンジーキュースなんだけど、マジで。いやもう今回ギリアムがいるから。ギリアム結構強いから。いけるっちゃいけるんだけど。コウマしっかり働いてね、マジで。うわ、フランツ死んじゃったよ。フランツとロスがコデジンだ。フランツー、フランツー、フランツー、叫ぶな、フランツー、なんで死んだんやお前。なんか急にブシュッと必殺だよな、絶対あれ。うわー、ふざけてるよ。まあナターシャは死なやったけばな、マジか。あーマジか、2めっちゃレベル上げるよ。レベル上げよう。うわマジか、ちょっと損だ、見つかった。オッケー。あーちょっとレベル上がったな、2位上がったな。オッケーオッケー。このルーテが強くなれば何の問題もないな。あっこうな、何してる、早く差し上げよかった。おーやばやばいぞ。ちょっとここら辺までちょっと黙ってあのカットを編集しようかなと思ったら、やべえ、びっくりした。ゼト死んじゃうよ、びっくりした。めっちゃやばー。うわ強いなこいつ、ちょっと無理や。でも呼び寄せてきたのは助かるな。よし、まあこいつ魔法高いだろ、さすがに7だからね、結構高いぞ。死んじゃうかな。回復させてこう。リダイブ。オッケー。さて、オッケー、全然大丈夫。コウマだよな、本当に強くしたいの。よし、これで倒せるようになった。1、15、ダメじゃん。ダメだ。 OK、 普通に倒しちゃった。いいんだよ、普通に倒しても。そしたら、ナターシャがいる。相手を呼ぼう。あれ相手来ない。よしか、相手槍なんだよな。槍でも死なないだろさすがに。まあ、全然まだ必殺は反対もないし。オッケー、さあ来い。やっぱ狙うんだな、そっちを。おやー、多分1回じゃ死なないと思うから、ルーテ狙われても問題はない。うわー危ない、びっくりした。そうだったわ、そうだった。まあね、私は、まあ、死んでも別に、私が死んでも代わりはいるものだからね、問題はない。よし、これでルーテを倒して、オッケー。次なんだよな、こいつ1体になった時が問題なんだよな。
こっち回復せんでいいや。敵一体しかいないのはこの音楽で確定するから、今回マジで神回だな。こいつをどうするかだよな。45回も攻撃パターンがあるから、あ、攻撃回数があるから、ちょっとな、防御高いしな。防御6って広いな。全軍近くなるよ。あいつ絶対動かないから。ここだな。ギリアンがね、多分ね、結構痛いと思うんだよね。攻撃できねえ。こんな近くまで来て。見えて、あ、相手の方があれなんだ。有利なんだ。魔法も有利があるのか。死ねたわ。敵みたいな。はい、死ぬ。死にやせんけど、HP 高いな。これは AD 機の出番だな。必殺の値ないし。ゆっくり倒すか。じゃあここからゆっくり倍速でカットしまーす。はい、俺の勝ち。ぐっ、わしの出世が。はい、いやー、今回は波乱だったな、マジで。うわー、まあ僕が昔ハードモードでまあやめたところだけど、でも本当にめっちゃ死んだな。誰が死んだ？バネッタ、ロス、フランツ、メイミーか。うわー、もうマジでフランツとロスだけはダメでしょ。てかロスてかフランツ、なんでお前死んだ？意味が分かんないけど。フランツマジで、フランツ戻ってこーい、フランツ戻ってこーい、フランツ。俺の昔の精鋭部隊は使うなってことなのかな。というところでね、今回はここまでにしたいと思います。41分、結構したな。ということで、また、分ける可能性てか分けます、動画を分けると思うんで、まあ、そちらの方を見てください。というところで今回はここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。